高校でもソフトテニスを頑張りたかったのでこの高校を選びました。テスト前になるとみんなで勉強会を開いているので部活と勉強の両立ができてとてもいいです。僕は中学からソフトテニスをしていて高校でも続けたいと思ってこの学校のソフトテニス部が活躍していることを知りこの部活に入りたいと思ったのが一番の理由です。